皆さんおはようございます。連休中にもかかわらずたくさんの方にお越しいただきまして本当にありがとうございます。20周年のねお祝いの日にふさわしく、さつき晴れの本当にいいお天気になりました。もしかしたらね暑いぐらいかもしれませんので、水分補給をしながら楽しんでいただけたらと思います。さて今日これからは岡山市プチョン市友好交流協定締結20周年、新しい未来へ共にと題しまして、日韓文化交流フェスティバル in 岡山を開催してまいります。本日ですね、この記念すべき岡山のこの未来の創造ができる素晴らしい日になることを私皆様ご多数ご参加いただきまして確信しております。20周年ですね、岡山市プチョン市友好交流協定締結20周年ですね。今後ですね、皆様の温かいご協力と、そして時には厳しいご指導をいただきまして、日韓友好の旗印として頑張っていきたいと思います。ここ岡山県は韓国とのつながりが非常に強い地域であります。古代から朝鮮半島出身の渡来人に関するさまざまな逸話や朝鮮通信使が寄稿した足跡が残されていますし、現在では岡山県と경상남도、岡山市と부천市、瀬戸内市と밀양市などの地帯で機械や文化、青少年交流まで幅広い分野において活発な交流が行われております。湖に張っている氷といっても2、3センチだと思います。ちょっとしたことで変わってくるだろうと思いますが、ただ我々としては国と国の関係以下に関わらず、お互い引っ越しできない国であります。お互いがもう相当の相互交流やってるところでもあるんで、そこは草根の交流をこれからもどんどん進めて、この東アジア、そして日本と韓国との関係が良好になるようにしていきたいなというように思います。岡山市プチョン市友好交流協定締結20周年、新しい未来へともに、日韓文化交流フェスティバル in 岡山オープンです。どうぞ。今日は岡山市さんとプチョン市さんの、友好交流都市の締結協定、20周年の、記念の、日韓、文化交流フェスティバル開催おめでとうございます。日韓のですね、平和をお祝いするまで祈る気持ちを込めて翼をくださいをですね歌わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。これから期待したいところはですね、いろいろその人的交流、不足理解などかなり進んでいるわけなんですが、まあ、日本も韓国も先進国としてある程度抱えているいろんな課題があるわけなんですね。まあ、少子高齢化の問題とか地域活性化の問題とかなどなどあってですね、そういうところまでちょっと含めてですね、これからその両都市がちょっと知恵を絞る、またその共通の課題に向かって意見を交換して、それで学び合って、そういうところでもう少し実質的な交流をもっともっと深めてですね、両都市が一層発展できる、そうした知恵も得る、そうしたきっかけがもっと増えればと思っております。ずっとですね、途切れさせずに続けていくということですね。まあ、私の代の人たちは、私はお顔なんかは存じ上げて、まあ、大体こういうことだって分かっているけど、
その下、例えば、子供の時代ですね、お嬢さんだと息子さんだと時代になったことも全く分かりません。それをやっぱりずっと続けていって、それぞれの代理を重ねていくということが非常に大事なんだなと思っています。まさに日韓韓日のこの関係がこれからここに書いてあるように、まさに新しい未来へ共にですね、築き上げていくこと、そのためのまさにこの岡山におけるこのフェスティバルイベントが大きな大きなきっかけになって、やっぱり皆さんと手を携え合って、お互い両国の平和、そして両国だけじゃなくてアジアや世界の平和に向けてですね、前向きな本当にそういう取り組みが進んでいきますことを心よりご記念を申し上げ、私衆議院議員の湯野木道義からのお祝いのご挨拶させていただきます。皆さん本日は誠におめでとうございます。カムサムニダ、ありがとうございました。この会場も、この素晴らしい公演でありますし、まあ、なんといっても、岡山で活躍をされる民団関係の皆さん、そして心ある岡山市民の皆さんも一緒になって、これからの韓日日韓を盛り立てていこう、盛り上げていこう、本当に素敵なフェスティバルであります。新時代をこれからしっかり作り上げていく、みんなで頑張っていきましょう。これからもそういう交流を大事にしていきたいと思います。そして岡山市にとってはプチョンがね、なんといっても本当に大切なかけがえのない友人友達であります。みんなでそのことも大いに盛り上げながら、これからの新時代を作り上げていきたいと思います。さてここからはですね、日韓文化交流ステージでお楽しみいただきます。日韓の認可アーティストも登場いたしますので、どうぞご注目くださいませ。ここでですね、これからのステージの案内役をご紹介いたしましょう。なんと韓国語も堪能という現役の大学生シンガー、萌乃ちゃんです。萌乃ちゃん、はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、はい、韓国語がお出来になるんですか。ちょっとだけなんですけど、好きなんですね。そうですね、もうまさに、K-POP ブームの最中に小学生の頃いまして、よく踊りやダンスを、踊りや歌を真似しながら歌っていたので、今日このようなイベントに参加できて本当に本当に光栄に思っています。よろぶんぱんがすみにだー。おー、素晴らしい。I'm a fire, go!
されている海鮮チヂミとトッポッキのお店の前にやってきております。ありがとう。食欲を刺激されます。私もすごくお腹減ってるんですよ、ね、ずっと食べてないので、はい、食べますね。ということでこちらトッポッキからいただきたいと思います。すごく熱々ですね。はい、早速トッポッキの方からいただきます。はい、いただきます。もう美味しい。もちもち、うん、美味しいですね。これ見た目が結構真っ赤なのでびっくりされるかもしれないんですけど、これは食べますね。うま辛です。うま辛、うんうんうん、お子さんでもいけるかも。そうですね。そしてこのこちら韓国天ぷらでありますおむく、おむくも食べたいと思います。お、美味しい。初めてこれ、うん、美味しいです。なんかおでんの具材なんですけれども、なんか日本のものよりもちょっと薄い感じになっていて、でも魚の味は感じられます。美味しいです。ということで、婦人会の皆様のテントでは、はい、こちらトッポッキをいただきましたね。初天ぷらどうでした？そうですね、はい、あのちょっとお魚で作られてて教えてもらったんですけど、ちゃんと味もしてすごい美味しかったです。噛めば噛むほど味がね出てきて美味しかったです。マシスミダーカムサミダーじゃん。ということで私たちは今お好み焼きの店のキッチンカーの前にやってきております。注文したのはかき氷と牛タン串です。いやー、さっきからいい匂いがずっと来てるんで、本当に、うん、なんかもう胃さえ許せば全部食べたいくらいです。メニュー全部氷にもイチゴが入ってるんですね。ねえ、ふわふわで美味しい。もう今までのかき氷ってもうすごいジャリジャリの氷にあのイチゴシロップがわーみたいな感じがそういうイメージだったんでちょっとびっくり。あ、こうなってるんだ。優しい社長さん、ありがとうございます。美味しそうでしょ。
いいもん見せてもらいました。はい、じゃあいただきます。うん、このいちご、氷の中にいちごが入ってるんですけど、その甘酸っぱさとこの練乳のこうコラボレーションですかね。すごい美味しいです。このジャリジャリじゃなくてこうふわふわなかき氷でした。じゃん。はい、私がこれからいただくのはタンクシです。いただきます。あ、おいしい。ああ、すごいジューシーですし、なんといってもこの油加減がめちゃくちゃおいしいです。はあ、皆さんもぜひ食べてみてください。はあ、肉のおいしさを表現するのにやっぱ言葉ってこう足りないと思うな。肉前に人って理性保てるかな。私はそうは思わない。だって肉が美味しいから。ではここから私あやみがお送りさせていただきます。萌乃ちゃんがステージで活躍中に私はチョゴリの着をしたいと思います。こちらが韓国教育委員さんのチマチョゴリ体験です。はい、じゃあちょっと私もこちらに着替えさせていただきたいと思います。はい、この灰色とピンクの色どちらがいいですか。そうですね、じゃあピンクにしようかな。あ、はい、これを着てみます。ありがとうございます。じゃあ着替えてきます。ここ楽しい。アルミクはどうですか。疲れた。疲れた。暑いな今日。チマ、チョゴリっていうらしいです、ね、これ半分に分かれてるんです。そうな、初めて来ました。クラスなんや。おー、よかった、ね、髪の毛も合わせてきたんですけど。3クラスで、うん、どうでしょうか。見事に。どうでしょうか。かわいいって声が聞こえる。そうなんです、これあのチョゴリを切って、そしてすぐにあの写真印刷してくれて、こんな風に思い出に残すことができます。嬉しいですね。はい、あのビンゴゲームからエンディングまでこのチマチョゴリのままお届けさせていただこうと思っております。今日は楽しい一日でした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったです。はい、これからも楽しいコンテンツは続いていきますので、また MID チャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しく参加してくださりありがとうございました。カプサンミダありがとうございます。日本と韓国、韓国と日本はもう何千年からの昔からの隣同士です。隣同士の人間が仲良くできなければですね、世界の平和なんか絶対来ないと思いますんで、これからも日韓の親善のためにですね、微力ではありますがちょっとずつでもやっていこうと思います。皆様方のご協力も絶対必要ですので、今後とも日本と韓国、それから岡山の発展のために皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございます。